こんにちは。あらゆる山に友達を、ジンヤンです。今日は京都の愛宕山についてご紹介します。そこのあなた、愛宕山行ってみたいけどどのコースがいいかわからないとなっていませんか？ご安心ください。この動画を見ることによって、初めて愛宕山に行く場合に一番最初に押さえておいてほしいポイントがシンプルにわかります。どこから登ればいいとか、服装どうしようとか、一押しのポイントはとか、必要な情報をめっちゃわかりやすくまとめてますので、ぜひ最後まで見てください。今後も登山に役立つ情報を発信していきますので、チャンネル登録もぜひお願いします。では愛宕山に行ってきます。まずは京都の阪急嵐山駅からバスに乗り、清滝バス停まで行きます。そこから月の輪寺コースを通って山頂まで行き、愛宕山表参道を通って半時計回りで下山します。これが今回ご紹介する愛宕山一押しのルートです。今回も初対面の人と一緒に山へ行ってきました。愛宕山のおすすめのポイントや登山ルートの詳細については後ほどご紹介します。ぜひ実際に山へ行ってきた時の様子をキュッとした動画でご覧ください。ではどうぞ。ここからバス乗っていきます。どうぞ、あります。駅前に阪急嵐山駅の前ぐらいにバス停があります。あれかな、駅からすぐ近くにふふの湯温泉あります。清滝バス停です。来かないと入れないです。ここが最寄りの駐車場なんや。まあまあ止めれそうですね。ね、大きい。まあまあ広い。へえ。綺麗ね。めっちゃ綺麗。すごい綺麗。やっぱ京都いいっすね、なんか。ね。あら、ほんまや。へえ、すごい綺麗。桜綺麗ですね。今まで。じゃあこっちから。はい。お願いします。鳥の鳴き声がすごい。鳥がね、朝からの駐車場でもね、うん、めっちゃいい。そう。へえ。外気すごい。大きいなんか。へえ。すげえ。雪はちょっと。なんか矢吹ルートって言ってそこをちょっと行ったんやけど、そこはちょっとまっすぐ、まっすぐ言ってます。まっすぐどっちも行けますけど、どっち行きます？どっちも行けるんですよ。じゃあ、どっち行きます？まっすぐ。じゃあまっすぐ行きます。めっちゃの言う方に行きます。これまっすぐ、遠すぎだねって書いてる。じゃあ滝行くんでしょ。あ、滝って書いてる。ね、昨日この子上がっていくよね、絶対。どっちやった？昨日までの登り口です。好きなまでら登り口で。可愛い。空野の滝。可愛い。こっちでした。ここの登り口をこの空野の滝、こっちでーす。さっきの目印から空野の滝の方に行きます。あ、めっちゃ綺麗。めっちゃ水綺麗です。すごい岩が。ここ行ったら空野の滝です。お地蔵さんいました。こんにちは。
や、まあまあ近いですね、でも近いね、そんなにそんなに、10分ぐらいうん、いや、分かってるじゃん、すげえ。すごい、なんでこれすごい木倒れてますね。ほんまにね、トトロルートっすかこれ。すごいね、トトロね、わマムシ道、イエー、おお、すごい、すごい、なかなか、うん、すごい、いい感じのところ、これはいいですね、来てね、わあ、クーヤの滝来ました、おー、すげえ、すごいね、おっきい、すごい、すごいな、すごい、すごいですね、綺麗、クーヤ来ました、でっかい、クーヤの時めっちゃ良かったです、この川沿いの雲すごいです。クーヤの滝から戻ってきて、今度こそ山頂の方へ行きます。こんにちは、綺麗葉っぱすごいな、雨が降ってきました、みぞれ、すごい、みぞれ、すごい、すげえな、すごい綺麗、なんか若者のルートの方が急騰って書いてましたけど、はい、一般で昨日までなので、あと5分9時から立ち入り禁止、月の間寺、来ました、多分いきなり開けてきましたね、綺麗、おお、すごい、すごい、なんだこれ、あ、ごめん、ねえ、まだ全然ですね、私持ってきてないんですよ、今日もらいたい、すごい欲しい、なんだかもいいですか、いいですか、なんかこれが伊勢神宮で買ったやつ、すごい、すごいいい音、だっていい音よ、あ、めっちゃいい音、すごい、何ですか、タヌキ、かわいい、月の間でこれでから結構坂です、
急登がきつい。なんか YouTube YouTube 的にはなんかもっと簡単そうでしたよね。36分の21。岩場すごいとこ来ました。すげえ雪、最高っすね。登山者だけも岩すごいですもんね。登山者だけもいいですよね。すごいすごいよかった。綺麗ですね。来ました。36。あ、これ山頂こっちです。ここからはちょっと緩やかなんですかね。うん、こんなに雪残ってるんや、すごいですね。雪だるま、あ、かわいい。すごい人いっぱい。すごい。なんか神社に来た感じが。神秘的なね。この階段めっちゃいいです。綺麗よ。綺麗。なんか雰囲気いいですね。うん。美しいわ。いいよ。すごい。すごい綺麗。綺麗ですね。すげえ。もうちょい上。めっちゃ神社が綺麗。雪がポトポトつけてる感じがすごいです。こんにちは。すごい。すごい参拝登山者。すごい山頂の愛宕神社来ました。すごい山頂かな。すごい神社愛宕神社です。すごい。すごい中にこんな感じです。はい、それありがとうございます。また若干雪がかってるのがすごい綺麗。こんだけなんかしっかりしたお寺、神社っていいですよね。いいですよね。なんか、まあ、めっちゃいいですねこれ。で、この景色が杉なのかな。杉の。ねえ、この階段も結構急で、すごい。山小屋結構広いです。すごい広い言われる。すごい。気温温度です。すごいな、広い、いっぱいあるな。お手洗いもあります。山頂の近くに自動販売機もあります。すごいな。めっちゃ綺麗。この辺でご飯とかでもなんか良さそうですね。ベンチあるし。綺麗ですね。すごい。わー綺麗。あ、めっちゃいい。
かいいですよね。いいよね、みんな、うん、あーすごい。え、これが雷でバーンって、これがすげえ、そんなことなる。でも絶対これがこうなるよね。すごい倒れてる。こんにちは。うわーすげえ、こことここ切ったんじゃないの、ここ壊れてるから。すげえ、めっちゃ切られてる。そう、え、3分痛かったな。令和2年とか言ってたよ。令和2年、最近。ここは清滝の方に行きます。あ、無理やな。届かん。あ、でも当たりそう。当たりそう。すごい。五合目。あ、これで五合目。わ、すごい綺麗。こんなしっかりしてる。なこれ。高いですね。うん、バリーだか。うん。山上に。わあ、なんかすごい。なにこれ。見て、燃えてね。すげえ。燃えてるやん。燃えてる。これも雷ですかね。雷が来たの。すげえ。その生命力ってね。うん。雷。すげえ。はい。つま先に行くなってね。かかとで。かかとで。うん。ちょっとマジ出てきました。油断しました。さっきの入り口にあったやさくら。では愛宕山のおすすめのポイントを3つご紹介します。1つ目は愛宕神社です。今回初めて行ってきたんですが、めちゃくちゃ神秘的な場所でした。綺麗な愛宕神社と、そこまでこう階段続いていくんですが、その景色がもう京都らしくて最高でした。火の神を祀る愛宕神社は火災を防ぐ御利益がある神社としても有名で、古くから親しまれています。あと、あの戦国武将の明智光秀が本能寺の変で織田信長を倒す直前にもこの愛宕山に訪れたらしいです。なんか歴史を感じれてめっちゃいいですよね。2つ目は空也の滝です。落差約15メートルぐらいの滝で、滝の前に鳥居とかもあって雰囲気がめっちゃいいです。登山ルートの分岐点から約10分ぐらいで行けるので、ぜひ寄り道してみてください。滝までの道のりもこの沢沿いを歩いて行けるので、水の音がすごい心地よくて、マイナス4もたくさん浴びることができます。3つ目は月の間寺です。ここも歴史のあるお寺で、住職さんがおり、愛宕山の歴史をたくさん教えてもらうことができました。御朱印も押してもらえるので、御朱印帳を持っている方はぜひ寄り道してみてください。最後に余談ですが、この愛宕山の最寄り駅が嵐山っていうのも最高です。僕は嵐山の雰囲気がすっごい好きなんですよ。渡月橋とかあって、なので下山後に嵐山を観光して楽しめると、もう京都を一日楽しみたいなという方には愛宕山マジでおすすめです。では最後に愛宕山の登山ルートのポイントをお伝えして終わります。その前にお知らせです。僕は山に行きたいけど一緒に行ける人が周りにいない、山の楽しみ方がわからないという人が山に行くきっかけを作れたらなと思っております。そのため山に詳しい人と山に行きたい人をつなげて、気軽に山を楽しめるサービスを作りたいなと思っています。なぜそう思っているのかというと、僕はあらゆる山を起点に人が緩やかにつながれる仕組みを作りたいからです。僕は社会人がもっと気軽にサードプレイス、家族や職場以外に居心地の良い第三のコミュニティができる仕組みを作りたいです。そのために山のサービスを作れたらなと思っています。そうすることで何歳になっても人が前向きに生きられる世界にできると僕は信じています。
その一歩として、まずは多くの山好きの人の声を聞きたいです。登山に関する悩みや課題があればぜひ教えてください。 YouTube のコメント欄などで教えてもらえると嬉しいです。今後も登山に役立つ情報を発信していきますので、ぜひ忘れずにチャンネル登録もよろしくお願いします。では最後に登山ルートのポイントをお伝えして終わります。愛宕山の登山ルートは清滝バス停から表参道を通るのが一番スタンダードなルートですが、ここは階段がひたすら上り続くので、階段が苦手な人にはちょっとおすすめできません。そんな人は今回ご紹介した月の輪寺コースから登るのがおすすめです。月の輪寺コースもひたすら上りではあるんですが、普通の登山道なので階段ひたすら登るよりは俄然登りやすいです。また途中で月の輪寺であったり空也の滝があるので程よく休憩できるのもおすすめです。下山は表参道から降りていきます。階段多いんですが、まだ下りなので比較的歩きやすいです。それでも僕結構愛宕山しんどかったなというのが今回の感想です。ひたすら階段なので途中で膝が痛くなってきて結構大変でした。もし可能であればストックとか持っていく方が膝への負担を軽減できるのでいいのかなと思います。愛宕山も初心者におすすめとかネットで書かれてるんですが、結構この高低差があったり距離もあったり、ひたすら登ってひたすら降りるなので、初めて登山するよみたいな人にはちょっときついかもしれません。楽しいというよりしんどいの方が強くなっちゃうんじゃないかなという気がします。体力に自信がない方はまずは京都であれば大文字山に行くのがおすすめです。絶景スポットである日床までは銀閣寺から約30分ぐらいで行けるので、ぜひチャレンジしてみてください。そこで自分結構行けるなとか思えたら、愛宕山もぜひチャレンジしてみてください。ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。もし役に立ったよ、面白かったよと思ってくださった方はいいねコメントしていただけると非常に嬉しいです。これからも一生懸命動画を作っていきますので、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。